れてまんな、今日は。うん。昨日とえらい違いや。えらい違い。すごいな。これが端食いは。こんだけだけ。このずら。全部そうな。もうこんなんモザイク要せんでわし。ああね、一生懸命砂遊びしとるな。進みますか。進むか団子にするか悩んでんねん。あんまりこれ以上行ったら靴みちみちなんで。そうやねん。だから行きたくないねん。おおおおかなん。誘導のとこ寄っていかんと、うわ、もうすでになんか水浸しなんですよ。乾いた岩の上をこう下見ながら行くといけるかも。もう一回やって取られへんかった。やってもうた。ここに入りよったで。やってもうた。見して靴びちょびちょやん。しかも海水やから最悪やな。俺はもう丁寧に行くから。丁寧に。まあつぶやき行こう、つぶやき。おしゃれないで、やっぱつぼ焼きにやな。つぼ焼きと団子。はい、いらっしゃいませ。団子じゃない。どうする？団子食べる。そう、つぼ焼きと団子両方食う。でも酒飲まないもんな。やめたらよか。ありがとうございます。うん、この団子を食べようと思ってます。岩もええけど、団子がええわ。申し訳ないけど、ママちゃん。いいね。焼き団子。まあ、うまい。これ、タレなんやろな、醤油っぽい。味噌かな。味噌か。そんな子供向けじゃないよね。まあ、うん、甘くないわ。良さげなものあります？うん、この辺とかいいけどな。お土産に。ママこっち。これの売ってるところの前が端食いは。観光地やな。梅干しに興味津々。せっかく買う。いや、わからん。これもうちょっと可愛かったから。可愛かったとか何も可愛くないよね。可愛さのかけらもないよ。でもいいかも。うちの駅オリジナルやから。プンプと小石と。それね、クジラ？クジラちゃうんかな。イルカかクジラか。うん。あ、俺はこれがいい。これかわいい。猫かわいいで、これ。みかんの小鳥線香やって。みかんの小鳥線香。みかんの小鳥線香。面白い。今ですね、この太平洋。悩んでます。こっちにするか。瓶にするか悩んでます。でもこっちの方が可愛いな。あと使えるしな。持って帰るんやんせけど。持って帰るわ。買いますこれ。あ、こっちの超ジャンボ級なんだね。ジャンボ級。持ちます。これもこれか。潮の岬。梅酒買う？梅酒1個とこれ1個買ってまた分けする。でも超級じゃないよな。梅酒砂糖山ほど入ってるからな。じゃあ決定しました。純米酒太平洋、昨日のやつ、行ってきます。ちょっと昼飯時なのでラーメンやな。岡山ラーメン。ちょうど目の前に箸食い場がある。あんまこういうとこ欲しいかどうかわからんけどな。前から行くか。行ってみる。開いてんの。あ、開いてるやん。ちょうど昼前。え、和歌山ラーメン。目回しだ。これ和歌山ラーメン。和歌山ラーメン。ビブラートいかしてる。もう子供しかやない。ママちゃん子供やね。いいなこれ。これ色鉛筆で俺が描いたんやね。へえ。すげえな。それかまぼこの板やね。あんたがラーメン食べてくれなかったね。ラーメン食べてこんなんくれんねやったらまた食いに来なかいね。次何くれんねやろ。今日の延べ棒とくれる。これでラーメンで10円20円かかってる。このまま20円かけてやりよい。これ全部自分で描いた。ここにね、かまぼこ板に2枚貼り付けてこうして描く。色鉛筆。3年前にね、ここにトルコの軍艦が沈んでね。ああ、はいはいはい。行った行った行った、塩のせい行った。あ、それがここなん。ここなん。だから今からあんた行く時のこのまま真っすぐ行ったら大島って看板が出てくるからね。それを左に行ったらあの橋渡ったら大島。橋渡らんと。そのまま行ったら塩の岬。本州さんが戻ってきたらあかんで。エルトル号ってあれやろ、あのトルコのなんかトルコの難破船を日本が助けたらしくて、その時の船の名前がこの名前やらしいわ。で125年前に串本とトルコと友好の町になったの。そう、それは有名な話は知ってる。知ってるやろ。知ってる。映画にもなったんやで。へえ。映画見てみたいね。なんか今日はちょっと走るぐらいの主のおっちゃんにいろいろ講義を受けたので、喫茶会議で、喫茶会議っていうところでな、これ会議、喫茶会議、喫茶会議っていうの調べたらね、マスター方のマスターさん、うん、そう、あ、そうなんや。なんかテレビのやつ、テレビ出てそうやもんな。テレビってさ、知らんもんだってそんな。思い出した。いやもうさっきからもしかしてこの喫茶店はそう知らないんだ。たまたまが知らんかったな。もしかしてやばいね、やばい。俺今これ出演料取られるんじゃん。松田岡田がそこにおってんのだから、このスマホにもまた見れるね。へえ。このほら喫茶会議みたいな、喫茶会議なんか松田岡田にのね、なんていうのねってテレビ番組知らんもん。あれ20分間の番組で来たんやけど、もうここは気に入って全部流れたんや。それは気に入ったじゃん。おっちゃんが気に入ったんやろ。ここ座ってたのと一緒。おっちゃんが。で俺のなんかじっと見張るのがテレビでいっぱい出てるやろ。で俺にね、隅入ってないか見張ったんや。一瞬無所帰りは思うもんな。あの時はね、時計の上で今日は違うけどね。で金のネックレスにはめたったからね。すぐ入れたいんだけど、俺は普通の片着やで。転職やで。あ、そうね。え、おっちゃん今いくつの？74か、ええ年やな。これ。え、あ、そうです。仕事タワー。三浦。ランボギーニ三浦。行ってきなっていうことをこの辺に行ってこいしよ。クラシックだもんね。行ってこいしよ。この辺の。きなが行ってこいしよ。また来てくらんしよって、また来てよっていう。また来てくらんしよって。どうぞ。なんかしてみましょう。どうもありがとうございます。和歌山ラーメンの海里さん。これよう知らんけど有名なおっちゃん。海里さん。トレジャーハンターで。トレジャーハンターのおっちゃんがいてますよ。まあでもあれもらった。おっちゃんですが、どうやら12時から2時まで。しかいないらしい。その間に来てください。ありました。すごい風ですけど、あれが小川美桜らしいよ。さっきのおっちゃんが言うてたやつ。おがんでる見えんな。もう確かにおがんどるわ。あ、確かにめっちゃおがんでるに見えるわ。おがんでるでママちゃん。ママちゃんがおがんでる。この感じ、これが小川美桜らしいよ。超おがんでる。風に気づいてる。100円やな。何も置いてないけど100円。分かりやすく100円って書いてある。こんなに無料の販売所があるの見たことないな。鳩の巣箱かな、もう。川きれい。きれいな。きれいや。おしゃれや。たまにはこういうとこもええな。まとまってるとこはここやけど。